どうも、キューティクでかいマゾです。おしゃしゃ、戦。使えねえよというわけでですね、今回マズラビータの雑学シリーズでございます。チェルというわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでみます。うわーうわーどうも、おしゃしゃです。あー、全然あー、ミスター関消されるぞ。お前が消せよ今回の雑学シリーズは、わずか40分で終戦した歴史上最短の戦争。ザンジバル戦争というものが存在するのね。というわけでですね、今回その世界最短の戦争について触れていきたいと思います。戦争は古くから行われてきたけども、古代から長く様々な戦争の歴史がある中で、世界で最も短い戦争が存在するのよ。それは1896年8月27日の午前9時に開戦されたイギリスとザンジバル保護区の間で勃発したイギリス・ザンジバル戦争なのね。1時間目スパン短すぎそしてこの戦争は9時の開戦から約40分後に終戦となり、ギネス記録にも認定されてるのね。これ朝9時で9時40分に終わったんでしょ。全然こっからもうサウナ行って仕事して遊んでね、ビール飲んで寝るんじゃん。死者出てんだそしてこの戦争が起きたきっかけは19世紀のヨーロッパ諸国の帝国主義にあるのよ。大英帝国がザンジバルでの支配を確立するために行った戦争がイギリス・ザンジバル戦争なのね。そしてこの話がややこしくなってきたのは、1890年にイギリスとドイツの間で締結されたヘルゴランド・ザンジバル条約がきっかけなのよ。この条約によってドイツはザンジバル、現在のタンザニアの島嶼部における権益をイギリスに譲渡し、その後イギリス政府がザンジバルにおける影響力を急激に高めたのね。そして影響力を持ったイギリスはザンジバルの奴隷制を廃止しようと試みたけども、支配層である上級者や裕福な者たちを怒らせることになり、当時のザンジバルの君主であったサイード・アリ・イブンはこのイギリスの命令を聞き入れようとはしなかったのよ。ラムサール派懐かしすぎだしかし1893年にサイード・アリ・イブンが亡くなったことで、イギリスは新イギリスのハマド・ビン・スワイニを君主に配置して自国の影響力をさらに高めたのよ。しかしそのわずか3年後に反イギリスの者たちによる毒殺によってハマドは亡くなったのね。そしてわずか数時間後には反イギリス派としてハリドビン・バルガシュが君主の座に着いたのよ。バルガシュが君主の座に着いたのよ。アラブ人かよそしてイギリスでハマドが亡くなった後、自国の利益に好都合であったハムド・ビン・ムハメドを君主にしたいと考えていたため、これに猛反発したのね。それも1886年に締結された条約によれば、君主の即位はイギリス領事が認めた候補者であることが条件になっていたにもかかわらず、ハリドはその条件を満たしていなかったのよ。ハリドの命です暴君かよそしてイギリス側は何度も忠告したにもかかわらず、君主の座を譲らなかったため、イギリス海軍はついに宮殿へ砲撃をし、戦争が始まったのね。ハリドのメイってことはメイでしょ。この戦争は5月に行われたってことですね。推測するなそして宮殿はすぐに炎に包まれ、イギリス軍は宮殿内の軍事拠点をいとも簡単に破壊し、交戦する術を完全に奪い、約40分で決着がついたのよ。そしてこのわずかな時間の間に、ハリド側は500人の死傷者を出し、イギリス側は1人の負傷者を出すにとどまったのね。そして結局王座に着いたのはイギリス側が選んだハモウド・ビン・ムハメッドであったのよ。こうして歴史上最短の戦争は幕を閉じたけども、逆に長い戦争も存在するのね。それは1651年から1986年にかけて、オランダとイギリスの南西沖にあるシリー諸島の対立により起こった335年戦争なのよ。おじいちゃんになっちゃうよ骨になるなそしてオランダ海軍を戦地へと送り込むことで戦争が開始されたけども、翌年には銃を一発も放つことなく、誰も血を流すこともなく、敵であったイングランド国王派はあっさりと降伏したのよ。降伏はしたものの、戦闘行為が終了したにもかかわらず、平和条約が335年もの間締結されなかったため、戦争中と扱われ、一発の銃も撃たれることなく、最も犠牲者が少ない世界で最も長く続いた戦争として記録が残ってるのよ。当時の状況を再現するとギネスだろ